今日も最高の一日。ダメです。ちょっとイライラしてるから。はい。まあ、繋いでくるわ。男をダメにする三大要素、酒、女、ギャンブル。ザッス。ありがとうございます。今日も最高の一日。ダメです。今日はダメ。マジでやるの？やります。今日は最低な一日になります。OK。なので、決め台詞を変えないといけません。わかりますね？最低な一日。そうです。今日はね、最低な一日にします。言葉現実作るから、はい、あんま言わん方がいいで、最低な一日にしますとか。いや、今日は最低な一日にします。今何時ですか？6時53分。ダメです。もうダメ。確かに。もうダメ。おやすみなさい。二度寝してください。最低な一日は6時台に始まっちゃダメなんです。確かに。つまり二度寝です。最低なやつ二度寝すんもん。大体な。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。ちょっと、Kindle 読んでるじゃないですか。あ、いいわけないでしょ。 Kindle はもう意識高い系の最高峰ですよ。ねえの、どうすか、二度寝してみた気持ち。ぶっちゃけ寝てない、目覚めてもうた。まあ、ここからちゃんとちょっとお願いしますね。切り替えて本気出していい？本気出してください。ちゃんと最低にしてください。本気の、はい、やばい最低のやつの寝起きやったるわ、はい、え、ほんまのクソなやつって、はい、寝起きでタバコ吸うねん。アメスピアメスピ買ってきた。ちょっと言い慣れてるんだよな。どうすか、朝一タバコうまい。社長、これあれやで、追加アイテムっす。これあの、はい、あいこいって左右とかダメっすよ。酒飲まんかった俺。まあもう悪くないな。たまには。たまにはどころか人生初でしょそれ。これ最低やな、マジで。なんか疲れてないですか？しんどいや、まだ超序盤なんですけど。朝一で、ね、ストロングゼロとタバコ吸ったら朝一しんどってなる。もうすでに実験結果が得られてますね。しんどなる。いや、ジーンズダメっすよ。え、ジーンズダメに決まってるじゃないですか。スウェットやな。そうっす。完璧っすね。はい、ということで社長、大阪の歓楽街十三にやってきました。はい。まずどこに行くと思いますか？飯食わない。朝飯は食わないんですよ。今からパチンコ行きます。うえぇ、パチンコ並ぶやん。そうです。はい、こちらですね、パチンコ&スロットキコーナー重装店です。どの台でいきますか？全部知らんねんけど。これさ、パチンコシステムあんま分からなくてさ、どこにお金入れてるの、どこでお金返ってくのかよく分からなくて、いつやめたらいいの？ Google って知ってます？社長、意気込みお願いします。勝ちます。どうでしたか？5分ぐらいでお金なくなった。まあやっぱ朝から酒っしょ。タンパク質あるしな。おいおい、はい、おー、行きますね。どうですか、11時のビール。人生初レベル。
まあ、ある意味今日はあれですね、経験を積むっていう意味でも、そうそう、やっぱ自分の頭で想像できるようなことばっかりやってたら、うん、現状にとどまるから、たまには変なことしなかない仕事ダメっす、仕事ダメっす。だいぶ様になってきましたね。楽しくなって全力でいきましょう。じゃあ行こうか。乗ってきてるじゃないですか、行こうかって次はですね、尼崎に行きます。阪神国道です。仕事してます。こちら尼崎ボートレース場になります。常連男をダメにする三大要素、酒、女、ギャンブル。はい、ボートレースは初めてですか？初めてやる。おお。3連単とかで多分当たったらマジで100万とかいけるから、やりましょう。どうかけますか？戦略は額は大きくかける。お、いくらいくんですか？2万。おお、行くね。山川雄大、ポロリと同じ字入ってるから、オス、オス、これが一番強い。名前で選ぶんですか？名前で選ぶ。ついに来ましたね、この時が。10倍にします。10倍。秋代さんにとって掛け事とは何なんですか？やっぱリスク取らないとリターン出れへんから、リスクを取るための、まあ、練習というか、はい、まあ、本番なんですけど、こっからやな、ここで来た。さあ、1万円がいくらになるのか。1万8000。微妙。1万8000。買ったからおごったるわ。え、買ったからおごったるわ。だる。初ボートレース総合していかがでしたか、感想？まあ、楽しかった、うん、一番やっぱりためになったのはボートレースは雰囲気上の雰囲気やばくて、うん、すんごいおっちゃんがめっちゃガチでやばい、まあ、世紀末感はありましたね。世紀末感エグい、うんうん、はい、ということで梅田に戻ってきました。これ今どこ行ってるんですか？ちょっとイライラしてるから、はい、一発抜いてくろ。ムラムラしたんですか？イライラして、ムラムラして社長、これどこ行ってるんですか？あの、金太郎。金太郎？あ、ビデオボックス。あ、人生で一回も行ったことないねんけど経験してないのはダメですよ、やっぱり。あ、行ってみない、うん、はい、そうですね。すごい、ちょっと秋田さん、こっち見てください。すごいすごいすごい、もうすごい、森の中にいるもん、これあっす、はいっす、はいっす。どうでした？まあ、いい体験やったね。すごい、こう、はい、改善点がいくつかあって、はい、タイトルが選びにくい女優別とかで分けてくれないと。確かに、ね、選ぶのに俺1時間コースやって、はい、俺45分ぐらい選んでたよ俺45分ぐらい選んでたよ飯食い行きますか？うん、今小銭探してました。徹底してますね。名門洋スコーラーメン。あ、でもこれもアンダーグラウンドな感じありますね。すごい、おばあちゃん。やっぱ町の中華がいいですね、やっぱりね。気持ちいいですね、足湯。今どんな気分ですか？疲れた。はい、社長、ということで、お次はドンキホーテでございますか？ドンドンドン、ドンキー。あら、ドンキ何用ですか？ホーテ、特に用はないです。用がない？やっぱクズな人って、はい、特に用ないのにドンキ行くねん。何の用もないのに。やかましいです。音と、はい、目と、匂い、全部やかましい。ゲーセンですか、次は。僕の勝ちです。社長、ガールズバー行こう。潜入しよう、ガールズバー。ガールズバーは、はい、ほんまに違いやん。人生で一回しか行ったことないけどさ、はい、
金の無駄やで。俺ほんまに嫌やで。なんで一人でガールズバー行かない。きつかったら10分5分で出んで。だからもう意を決して気合で行ってこいって感じ。では中川清29歳初の一人ガールズバー、意気込みをお願いします。今の自分のベストを尽くして精一杯出し切れと思います。やりなさい。わかりました。まあ普通やな。頑張ったな。マジでひよったけどな。普通ってなんすか。疲れた。でも結構充実感はあった気がするね、今日振り返ると。ずいぶん詰め込みましたからね。めっちゃ歩いたからな、ガールズバー行きたくなさすぎて、うん、確かに3店舗4店舗マッチ3周ぐらいした、ね、最低な一日を過ごしてみて、はい、それを踏まえた上で視聴者さんにメッセージお願いいたします。まあ最低な一日でしたね今日は。まあただやっぱ普段やらないことをやるっていうのは素晴らしいなと思いました。普段やらないことめっちゃやったんですけど、刺激になってシンプルにおもろかったし、皆さんも一回お試しで最低な一日やるのはおすすめです、うん、ただやっぱ酒とタバコとギャンブルは良くないねこれ。シンプルに健康に悪い、うん、ギャンブルもシンプルお金減るもん。やっぱり食事しっかりいいもん食ってちゃんと寝て筋トレすると、うん、これがいかに素晴らしいことかと、うん、皆さんもぜひ最低な一日トライしてみてください。まあ、僕はもう二度とやりません。時間の無駄ですね。